っせえよクォーク、こっちだこっち。結構なんて聞いてねえぞ。仕方ないだろ。分かりました、ユーだ。俺も任務のうちだ。もちろん酒はたんまりもらえるんだろうな。そうだな、競争といっか。やっさー、私に見とれておくれるのよ。ったく、減らず口よ。ユーリス、急ごう。クォークたちはこの先に？なあ、早く合流しよう。こう敵が多くちゃ厳しいな。どうする？まだ奴らはこっちに気づいてない。失敗したな。ユーリス、急ごう。仲間をやられてたまるか。ちょっと今日は俺が助ける番だ、クォーク。あの二人なら自分の身くらい守れるさ。仲間だからさ、ほっとけない。僕はそういうの苦手だな。近いぞ、聞こえる。エルザ、もっと慎重に行こうよ。
よ。ほら、うーやるじゃねえか。エルザ、ユーリス、よくやった。制限たちとは頭の使い方が違うんだよね。こんなガキ。この辺りのは大体片付いたみたいだね。ああ、みんな大丈夫か。これくらいどうってことないさ。行こう。新しい雇い主が決まったぞ。おお、やったぜ。いい加減金も尽きてきたとこだったからな。誰かさんが際限なく飲むおかげで。くせ、命がけの傭兵家業やってんだ。月に産ませる。それで今度の雇い主はどんな方ですの？アルガナン伯爵だ。へえ、ルリ島の領主か。そいつは大物だね。あの島には巨大な砲台がある。だがその魔力に惹かれるのか、いろんな魔物が島に寄ってくる。そいつらを退治しろってわけかい。気に入らないか。うんよ、金さえもらえりゃ何だっていいぜ。まあな。そうと決まればワイワイだ。姉ちゃん、じゃんじゃん持ってこい。よく見ろ、奴ら魔法を使えるぞ。エルザ、お前は右から奇襲をかけろ。それを合図に全員で突入だ。わかった、うん、気づかれないうちに一気に落とすぞ。中央に座るヒーラーが邪魔になりそうだ。とっとと片付けるぞ。任せてくれ、俺が右から回り込む。そろそろ向こうも警戒し始めたか。向こう側に行くにはどうしたらいいんだ？どうか。なんだろう、これ。うわっ！うわっ！
危なっかしいもん作ったんだ。人の手が入ってるってことか。ねえ、腹減った。おい、わがままも大概にしとけよ。減るもんはしゃあねえだろ。知らないからな。腹減って力が出なくなって私がやられても。それだけ叫ぶ元気があるなら平気だよ。ちょどうした。光だ。おい、ちょっと叩いてみろよ。蹴んのかよ。一体どこまで続いてるんだ。なんだここは。遺跡なのか。あー、やだやだ、臭くて気味悪い場所嫌いなんだよ。行き止まりか。ユーリス、他にルートがないか見てこよう。それならみんなで行った方がいいんじゃ。いや、偵察は少人数の方が都合がいい。エルザとセイレンは休んでおいてくれ。まだ戦いは終わったわけじゃないからな。落ち着けよエルザ。今のうちに体休めといた方がいいぜ。うん、でも心配だ。クオークなら大丈夫だって。あ、本当はクオークがいなくて不安なんだろう。え、違うよ。ったく、セイレンまで俺を子供扱いだ。俺、ね、こないだまで僕って言ってたくせにさ。まあ確かに、だいぶ使い物になってきたけど、私やクオークから見ればまだまだ。今のは風の音だろ。何ビビってんだよ、かっこ悪い。
逃げろエルザ。嫌だ母さん、嫌だ精霊。もう一人になるのは嫌だ。悲しいのはもうたくさんだ。私の声が聞こえますね。なんだこれは。誰だ、誰の声なんだ。あなたは私と同じ心を持っている。悲しみと寂しさが溢れている。誰なんだ君は。どうしても起き上がるぞ。死の者、黄泉の国にてもう一つの命を得るってね。それ、どこかで聞いたことが。偶話とか伝承って事実だ。さっきのは一体何だったんだ。なんだよ、道あるじゃん、エルザのバカ。歩きにくいな。本当にこの道で合ってんのかよ。風が湿ってる。嫌な空気だ。地下にこんな場所が。アルガナンはこれを知っていて。いや。どうした、コーク。おい、見ろよ。これは。まるで花びらが散ってるみたいだな。あ。エルザ、前、敵襲だ。出やがったな。あんなところにも囲まれた。こいつら姿があるのか。とどめはささなくてもいい。谷底に叩き落とせ。
魔法で吹っ飛ばす。魔法が妨害されて変わんないよ。敵の気を引いてくれないと。エルザ、さっきの力でなんとかできないのか。妨害されて止まんないよ。敵の気を引いてくれないと。エルザ、さっきの力でなんとかできないのか。エルザ、増援だ。遠くから狙われてる。マジかよ。そろそろ終わりにしてくれよな。エルザ、僕の魔法なら遠くの敵にも届く。必要なら指示をくれ。ユリス、魔法で吹っ飛ばしてくれ。了解、回ってて。あったくー、落ちる落ちる、盛り上がー。そういうお前も落ちるなよ。残りを片付けるぞ。ユーリス、何か感じるか。ああ、それも今までの日じゃない。そいつは楽しみだ。まだこんなにいるのか。時間がかかりすぎる。
方だ。あの力に敵はおびき寄せられている。策はあるのか。任せておけ。どうだ。聞いたな。よし、そのまま走るんかい。そういうことか。僕も援護する。エルザ、そのままだ。エルザは橋までおびき出せ。ユーリス、狙いは足元だ。いいな。洞窟を抜け空を仰ぐと、蒼天に輝く太陽が満身創痍の傭兵たちを出迎えた。そこは城下町へと続く道。さっきの声は誰だったんだろう。とても寂しそうだった。あの人がこの力をくれたんだろうか。でもなぜ俺に。で貫徹だぜ。ありえない。いちいちわめくな。みんな疲れてるんだよ。やっと街道に出た。めんどくせえな。何なんだよ。見過ごすわけにはいかんだろう。行くぞ。逃げ遅れてる。俺たちがあれを引きつける。まずは子供を逃がす。あ、ユーリス、魔法は子供を逃がすまで控えろ。了解。子供は僕が引き受ける。さて、さっさと終わらせるよ。